ブラスバンド HBB の生ファンファーレでまずはください。農林水産大臣賞典第8回兵庫ジュニアグランプリグレード3ダートグレード競争2歳馬におきましては2歳優駿を頂点にいたしまして、全日本2歳優駿を頂点にしてその G1 へ向けての重要な位置を確立しつつあります兵庫ジュニアグランプリグレード3。実はグレード3で行われるのは今年が最後、来年からはグレード2に格上げされます兵庫ジュニアグランプリ。JRA 勢か地方他地区か、それとも兵庫県初めてのジュニアグランプリ制覇となるのか期待されます。2歳アスリートフルゲート12頭、最後に地元はゴールデンウィーク、今日は有馬騎手の騎乗です。収まりました。兵庫ジュニアグランプリ体制完了です。スタートしました。ほぼ揃いました。12頭横一線です。トロピカルライトもいいスタートを切っていきますが、それほど押してはいきません。真ん中からはまずは5番の藤山ロマンが押していきます。トロピカルライトはそのインコース、どうやらこの2頭の先行策、そしてワイルドイリーガル控えました。内で2番のナリショーキング4番手、その後ろに11番の旗のワイズです。間からは9番スナークトモ君、集団グループインコースをタッカーテンビー進んで1コーナーです。その外に8番トップサバトン並んでいきます。オースト12番のゴールデンウィークがちょっと外に膨れるような感じ。1番 YT タッチ後ろから2番手、最高峰10番雪の嵐、あと1頭いました3番のロイヤルマイウェイです。2コーナー回り終えて向こう上面です。ややスローな流れとなりました。意外な展開です。4番のトロピカルライトが主導権、福永雄一騎手リードは4分の3馬身。5番の藤山ロマン、荒尾の馬がまず2番手につけていますが、外からは11番旗の前で競りかけまして、その後方から8番のトップサバトン上がっていきまして、単独の2番手グループ、さらにはその後ろからは10番の雪の嵐も接近して3コーナーのカーブ、この間にまだ中段目、6番のタッカーテンビーです。4コーナーを迎えています。4番のトロピカルライトが依然先頭です。外からは北海道、8番のトップサバトン並んでいく、9番スナートモ君3番手、雪の嵐、タッカーテンビー6、7番手、直線200を切りました。4番のトロピカルライトリードが広がって3馬身、どうやら逃げ切りか。8番のトップサバトン2番手、外から9番スナークトモ君、間からは旗の合図、先頭4番トロピカルライト、結局は圧勝5位。2着に8番のトップサバトン、9番のスナークトモ君が3着です。地元馬は及びません。トロピカルライトでした。人気に応えました。いい感じで主導権、そのまま束を引きつけておいて最後は突き放しての完勝でした。勝ちましたのは4番トロピカルナイト、人気に応えています。福永雄一騎手鞍上でした。前回に続いての連勝、これが通算3勝目。美穂は二宮厩舎の管理馬です。終始楽でした。楽勝でした4番トロピカルナイト。福永雄一騎手最後まだ4馬身ほどの余裕がありました。2着には8番トップサバトン、9番スナークトモ君3着、未然マストの3区、トロピックシエロが母です。そしてセクレトが母父。2着には8番のトップサバトン、3着9番のスナークトモ君、その後旗のワイズ、タッカーテンビその後でした。7番のワイルドイリーガルと続いて10番雪の嵐、1番 YT タッチ、あとは大きく遅れました後方各馬、3番ロイヤルマイウェイ、12番のゴールデンウィークと続いています。自由レース農林水産大臣賞典兵庫ジュニアグランプリグレード3、はい、あれだったらもう十分目処はついたと思います、はい、はい。地元馬今後に期待というところです、はい、それでは自由レース確定いたしました。さつきちゃんお願いします。はい、兵庫ジュニアグランプリ勝ちましたのは4番トロピカルライトで、勝ちタイムは1分28秒0、鞍上は福永雄一騎手でした。おめでとうございます。それでは払い戻し金をご覧ください。